ルリソンさん、キャプツバのセグウェイドリブルを試してしまう。一人でスパーズの負の全てを背負う男。リシャルリソンはサッカーよりお笑いの才能の方がある。セグウェイドリブルから流れるようにワンキル、リシャルリソンは最高だね。相手にボールを預けて潰す高度な戦略。カウンターを阻止する守備意識にあっぱれ。リシャはこれからもずっとスパーズでプレイしてほしいから変な怪我しないでね。好きだからそろそろちゃんと活躍してほしいですわ。キャプテン翼の技を実戦で試そうとする偉大な選手じゃん。ワールドカップでオーバーヘッドしててとんでもない若者が出てきたなって思ったけど、違う意味でとんでもないわ。スパーズ応援してる身からすると、そろそろ点決めてほしいんだよな。守備貢献度とか起点になってるとはいえ、点決めれないストライカーはきつい。プレミアは他のリーグよりネタ選手が多いから面白い。割とマジで古橋取った方が活躍しそうで草。みんな、リシャルリソンはネイマールのソウルタップっていうドリブルを真似しようとして失敗したんだ。許してやってくれ。この時代にセグドリ見れると思わなかった。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。